こちら右。山形市の消防出初め式が21日、市役所前などで行われました。山形市内は、あいにくの雨模様も、市民の安心安全を守る心意気を示しました。走ろう！市、消防本部、市、消防団などから669人、車両32台が参加。走ろう！佐藤孝弘市長の観閲を受けた後、分裂行進が繰り広げられました。